よかったことですか。そうですね、俺 UFO 相当見ましたね。空飛んでて、まあ、カラス型なんですけど、カラス型の UFO を見ましたね。まあ、カーカー泣いてましたけど、あの UFO を見た時には僕は今年はここ相当ついてんなと思いましたね。まあ、うちの母さんカラスって言ってたんですけどね俺はあれ UFO だなと思ってはいたんですよね。真っ黒でこっち見てこういう風に言ってんだろうな、俺の方見ながらこう言ってましたね、この薄らバカがなんかそんな目をして俺を見てましたね。あれ UFO だったな。いろいろとバズったよね。ん？いや、バズったよねって。何がバズったね。いや、何がじゃなくてバズったよねって。いや、バズったはわかるよ。何がバズったんだよ。そうですよ。何がバズったんですか。どうしたのお前何教えてくださいよ。バズりはでもね、うん、これはもう誰がどう言ってもアナ雪、うん、バズったぜ。ねえ、アナ雪、これ見た。見たよ。見た感動しちゃったよ。僕見てないんですよね。え、そんなにひどいよ。なんで？見るタイミングがいっぱいあったよ。まだオープニングの氷の部分からでも見れるし、途中のそういうことじゃない、うん、でももう要所要所さ、歌聴いてるだけとかさ、映像見てるだけでももうちょっと感動できるよね。歌すごかったね。歌もう全然わかんないな。あれがやっと僕好きなの、うん、おかしなこと言ってもいい？僕はサソリなんだ。言わなかったよ。アナ雪ってそんな感じなんですか。そんなこと言ってないって。みたいなやつあったじゃん。あ、やったね。うん、あ、みたいなやつ。二人でね、言い合う。だからみんなでおかしなことを言おうよ。あ、おかしなこと言い合う。ね。うんうんうん、じゃあ、おかしなことを言おう。ね。何を言おう、何を、おかしなことを言ってみよう。おかしなことを言うよ。ピラミッドはオレンジ。何を言おう、何を、おかしなことを言って長いから次に来るまでが長いから。あ、そっか、まあいっか。なんかでもね、あのアナ雪で世の中ですげえバズった動画があるんだって。なんか動画ちょっと見てみたい。見てみようか。こちらはウィニーが YouTube で見つけたクッキーハウスさんのアナ雪。ないんだろうけど。え？景色も景色だよ。だって超画質機。好きなんだろうね。この三人。中村優さん。すごいね。サビきた。え、ちょっと静か。小せえな。サビ小せえな。サビこそみんなに言って。サビ小せえな。すごい。めっちゃシュール。やっぱこの穴行きの良さがもうふんだんにこの織り込まれてるという。全然わかんなかったって草原だもん。もうちょっと嘘でもさ、雪景色っぽいところとかさ、なんかお城の前とかさ。穴も雪もないじゃん。雪降る場所で雪ないところやってからね。参ったな。まあこれがだから、俺がやっぱ自分でバズったなと思うものなんだよね。確かに。歌って欲しかったね、どっちかって言ったらね。一人ボーカル置いて欲しかったなとは思うけどね。やっぱ歌ってなんぼじゃん、これって。でもそれやっちゃうとバズんないんだよね。いや、もうバズってたってそれでも。いや、バズんないって、歌ったところで。で、歌った感謝はそんなもん、明治歌った方が全然いいし。いや、そうだけど。松さん歌った方がいいじゃん。確かに今のに松さんとか出てきたらすごい。それもバズるとかっていう前に、もう事件だよ。そうだね。